どうも。今回のゲームは異次元ポーカーのバラトロ。シード値ガチャで良いものを引いたので動画にするよ。パープルステークだからスモールブラインドはケチで報酬をくれなーい。だからタグをもらう。お金なのでスキップしどく。ビッグブラインドはプレイ。アバンダントだからフェイスカードである J、Q、K は出ない。スコアは下がるけど、フェイスカードをメタルボスが2種もいるので、個人的にフェイスカードは嫌い。だからスコアがなるべく稼げるようにディスカードを重ねる。運よくストレートが揃ったのでプレイ。とはいえフェイスカードがなくてデッキが圧縮されてるので結構揃う。ほらほら、フェイスカードなくてもビッグブラインドは倒しちゃう。さて最初のショップ、いつか使ってやりたかったメンヘラジョーカーのマッドネスが出たから今回は使ってやることに。マッドネスはラウンド開始時に他ジョーカーを破壊してしまうけど、倍率が 0.5 倍も増すピーキーなジョーカー。ショップを眺めるとエターナルのリフラフもある。リフラフはジョーカーを生成するジョーカー。エターナルは破壊されない効果なので、マッドネスの破壊からも逃れられる。つまり毎ラウンド、ランダムだけど何かしらのジョーカーが2枚ついてくる状態にできた。ちょっと面白い状況になったから継続してプレイすることに。ボスブラインドは見どころがなかったのでカット。ショップにエターナルのキャンプファイヤー。アンティごとにリセットされるけど、売るたびに 0.5 倍される。これは売り物を毎ラウンド2枚生成するリフラフと相性が良い。しかもエターナルなのでマッドネスのメンヘラに巻き込まれない。ということで採用。ちなみにマッドネスの破壊はリフラフの前に発生するという処理順。この時点でノルマスコアの倍以上が出ていてかなり余裕。やーやーい、クソザコを。スチールカードの生成もやってく。2ペアでもワンパンできる余裕ぶり。アンティニのボスは、ゆかりさん。ノルマが単純に高いけど、今の状況なら余裕。ハーフジョーカーも引いたので3枚プレイで高倍率を叩き出す。と思ったけど入れ替え忘れ、もっとスコア出たはずなのに、ぐぬぬ。そんなミスをしてもクリア。何がエクストララージブラインドじゃ。ちなみにラスフルジョーカーとか、マークにバフをかけるジョーカーはカードの使用とともに効果が出るから、順番は入れ替えなくてもいい。資金に余裕がある時はパックも向いて売り物生成。そして売却することでキャンプファイヤーを育てる。レイズドフィストで一番下のカードの数字を上げたいところ、ちょうどそのためのストレートが作れる状況に、しかもディギアスジョーカーでストレートを出すとチッププラス100という奇跡の噛み合いが発生。ボスブラインドは目、ハンドタイプはリピートできないと言われるけどあまり関係ないし見どころもないのでカット。アンティ4のボスは柱、このアンティ中でプレイされたカードにデバフがかかる、厄介だけどいまいちパッとしないボス。リフラフのジョーカーの引きも噛み合い悪く見どころなし。ちなみに現時点でも倍以上のスコアが出る。ショップでベースボールカードという通常プレイなら絶対欲しいジョーカーが出るも、メンヘラマッドネスくんが破壊しちゃうので今回はスルー。ビッグブラインドでリフラフがフォイル付きジョーカーを生成。リフラフってフォイル付きを作れるんだ。ホログラムやポリクロームも生成することがあるのかな。この回で17万を出す。フォイル付きでチェックが上がっているのと、マッドネスがもう7倍になっているおかげで結構高いスコアももう出るように。アンティゴのボスは腕、正直こいつの効果は気にしたことがない。と、リフラフがホログラムジョーカーを生成。じゃあポリクロームも多分作られるんだね。生成されたジョーカーも遅れた満足感というディスカードしなければお金稼ぎができるものと、アイスクリームというチップは高いけどプレイするたびにスコアが下がるものでかなりいい。ホログラムとアイスクリームの力で1プレイでクリア。アンティ6のボスはマーク。フェイスカードが裏向きというけど、フェイスカードがないアバンダントにとってはボーナスゲーム。やーやーい、クソザコマークくん今どんな気持ち？でもワンパンできない状況になりつつある。やはりリフラフのランダムは結構影響を受ける。カードの強化を頑張ってジョーカーに依存しすぎない構成にしないといけない。アンティ7のボスはサーペント。プレイかディスカードをすると必ず3枚ドローするという効果。ディスカードを1枚で2回やりきって手札を充実させてからプレイが定石だと思ってる。というか手札が潤うから個人的にはクソザコボス。道中、ポリクロームのジョーカーが出るもマッドネスがいるのでスルー。また別のショップでスペクトルパックを向くタンクが登場。ジョーカーのコピーを作って他のジョーカーを破壊するというけど、全部エターナルなので何も破壊されない状況。デメリットゼロに近いけども、ただリフラフだけが増えると困っちゃう。マッドネスが増えたら大宇宙！とまあ、人生はうまくいかない。でもキャンプファイヤーならまだあり。ただし、ここでリフラフの生成数が1枚減って、キャンプファイヤーを育てにくくなったことは気にしておくべき。グラスカードを生成できる正義をキープ。でもリロールしたらランダムにカードを2枚生成できるタロットが出たので正義を売却。ああ、そっか。売却の対象はジョーカーだけじゃないんだね。じゃあ、このタロットも使ってできたカードを売っちゃうもんね。タロットも使ってできたカードを売っちゃうもんね。売っちゃうもんね。ラスボス前だからお金が尽きるまでキャンプファイヤーにくべちゃうもんね。
ラスボスは王とした派。ジョーカーを売るまでカードにデバフがかかる効果だけど、リフラフで生成したジョーカーを売却してキャンプファイヤーを育てるビルドなので実質効果なし。クソ雑魚ラスボス溶かしてしまったね。ハイカード2回なんかでくたばってどんな気持ち。さてエンドレスに突入。キャンプファイヤーは累積で効果を積めないから限度は見えてるけど、できるところまでやってみる。アンティ級のボスは推し。最もプレイしたハンドタイプをプレイするとお金がなくなるボスだけど、プレイングでカバーできるのでこいつもあまり気にしたことがない。ということで撃破。アンティ10のボスは破。カードをプレイするたびにお金が減るけども、もう息切れ寸前だからいくら減ってもいい。もう厳しいだろうと思ったけども、900万が出る。なんだまだまだ余裕じゃんと思ったのに、次のノルマは2600万。インフレしすぎだ。とりあえずプレイするけども届かず終了。おひということで、マッドネスと噛み合いが良いジョーカーが出たから動画にした。ちなみにこんな奇跡的な噛み合いは50回に1回ぐらいなので、このゲームをこれから買おうと思っている人はそのつもりで。最後まで見てくれてありがとう。